よっしゃい。しぐさよく来んな、うちに。ほんと土のこと好きだよね。あ、いや、そのようよね。どうぞ。先に、そうだな。そうだな、どうしよう。服上にいいですか、収納しちゃうか。サッカーにはめとくの収納しちゃうか。うん、そうだね。これも収納して。で、なんかもらうか。プレゼント、お土産ちょうだい。あ、じゃあ次は早速ね。トンチにお土産作りゃいいだろ、言って。あ、帽子だ、やった。ペイジーのパンダだよ。あの時の好きさがね。パンダか、いいじゃないですか。たぬきショッピング売ってるやつかな。あー、いいね。持ってるよ、こういう。うわ、長くなりそう、これは。これ長くなりそうですね、初日読書始めたら。アンティークの電話を口は何感じないか。こちら、途中で自分を置いてきたんだろうな。ふぅーロマンだね。電話なんかあったっけ。あれっすか、忘れてた存在を。読書するな。スープじゃ、何が好きだったらそうじゃないか。全員は起きてください。そう直接の自宅ね、もちろんだけど、それには、ちゃんと家で行かなきゃ。ね、自炊はあんましないからな。新聞ソファー、あんたはレベルに感じましたね。それが普通にすればいいじゃないか。家族全員に行って、一応、きれいかって言ったわ。最低、それが普通にばっちね。全員自身ね。やんて、せやびは、違いだよ、ね。今日、椅子あげるか、新聞さんに。横座りどうで。座った。渋谷さん、斜めから見た方がいいな。正面から見ると目が見えないからね。横についてるから、草食動物は。うわぁ、32分か。よくわかんな。おっと、いつも実用の機材に右肩がついちゃったよ。それって早く帰りたいとかが？ではないか。よく見えてたんですか、座ってるとこから、時計。3時2分ここにも時計あるか。部屋も模様替えしたいな、早く模様替えしたいけど、なかなか住民が来ちゃうからな。今月中、7月中には模様替えしたいな。毎月1回は模様替えするって決めようか。じゃあ今月どっかで模様替えするか。上でやってもいいけど、やっぱ動画でやりたいよね。ね、今、お金はじゃないのかい。ここ見たらすぐだよね。あ、見たいの、いいよ。式に、あてな髪飾りを収納させて。じゃあこっち行くか。ジム、俺のジム見せてあげるよ。ジム、ジム。あ、来てきた。どう、どうっすか。バーベルなんて、いけねえ、馬っぽいね。そう、俺脳筋って思えてんので。こうやって中見てると、あんたくしゃみがおかしくするよ。しゃもんだよね。マスターハニーもいいよな。まあここはもういいのか。じゃあ撮影部屋行く。撮影部屋だとジムはマジで撮影部屋もリフォームしたいな。ごちゃごちゃしてる感じが部屋広くできないの、これ以上。よいしょ、腐った株があるんですか。よし、撮影部屋来るの久しぶりな気がするな。あ、気合いどないやって。そう、ここ、一応、ああトイレに座って本読むタイプなんですよね。なくなったな、これは。キュートなオーディオテーブルやじゃん。あんた、可愛いもの好きだね。可愛いよ、正義とかば。ガジュネって甘くしないけど、いつもこういうの好きなんだ。えへ。あれキュートなオーディオプレイ特にあんの、俺。どういうのあんの。あ、まずよくなった。どう、この撮影部屋は、ゲームパス向かってたからだよ。椅子がねえな。で、実写動画はここで撮ると。こっちとくか。オンエア。よしよし。タングレストイレ。あんたよしのままにしたね。椅子ならトイレって。椅子か。なんか電撃行って。あ、うん、なんだこいつ。
じゃあリビング戻るか。ふぅ、座るか。座った、ほんとほんと座るな。読書すんの。あ、じゃあ座ってるだけだった。この部屋仕事で死んでんの。ちょっと座ってていいじゃん。あ、プチンジャーして座って呼んだよ、ね、そうだね。こっち座るか。そうだな、今日までは入れるか。待ってないよね、今日までやったもん。よしよし、決まりや。なんか懐かしい感じなんだ。ああ、すみません、スキャンティスにグレッチになったよ。何で楽しかったね。じゃあね、あんた家、美味しかったよ。今日はやっと、ほんと自分さんよく家に来るよな。すごい頻度家に来る気がする。うちに来る気がするな、自分さん。あと、バンドナで行くわ、しばらく。じゃあ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 、あ、すごいです、そうなんじゃん。 DIY するか。あ、危ない、ちょっと荷物もいっぱいだよな。だいぶ、ここに何があった。石の、石の質かな。よいしょ。で、あー、ごめんなさい。 DIY DIY したい。 DIY ちょっと何かす、スコップ、しょぼいスコップ、OK です。ヤッフー。で、もっと作る。で、スコップ作るか。はい、お願いします。うん、スコップできた。ワインス、よし、あ、米出そうじゃん。じゃあ、あん、あ、そっち雑誌いっぱいあるな。雑誌もあるな。スコップ。はっ。カーチキー。カーチキーでした。早速こっちに回るね。カーチキー回るな。はっ。キャッフー！カーチキーは掘りでした。ぴょん。ぴょんできない。カスキはもうないかな。4個見つけたら、まあ、横からしまうけど、あとあんじゃん、座んじゃん、しまる。もう一個しか言わないでね。おー、渋谷チャンピオン、まあ来てくぞ。ふんふん、足に来てよ。おいら、こうしまい渋谷にこのっぽいって言われたんだ。父親の子供とも似てんだよ。そこの子供っぽいけど、素敵なアイスクリームをゲットが、アイスの先生ってしまうねって。お得なんちゃん。アイスの人とか舐めるタイプか。あ、ショートケーキとケーキのラベルとかを舐めるタイプかな。そういうのが。あ、鼻すげえないかな。雑草はないかな。おお、雑草あった。こんな鼻のど真ん中に。それはつもりだよね。よし、座んじゃん。はっ、化石はないはずだから、雑草、雑草もないな。虫がいっぱいいるな。雨でもいいしね、虫が。
雑草に落としてそうだな。こっちはこっちの来たっけ、さっきこの上雑草なかったっけ。あったじゃん。あ、そんな感じか。 OK、 よし、じゃあ博物館に行くか。ねえ、シーザーカンスみたいな。いるかな。そろそろ着いたよね、シーザーカンス。うわー、でっかい魚やる。ワンチャンあるよ。荷物はいっぱいじゃないね。わかんないよ、鈴木よりでかいな。あ、鈴木くん。はい、ほい、シーザーカンス、シーザーカンス、鈴木、鈴木でした。誰かいないかな。ジャックは料理するけど、アップちゃんがいる。アップちゃん、雨上がりに染めて見てたんだか。受けてくんで、まあもうダメだってますけど、話しよう。今日は特別にアイドルの表情姿を演じてあげるよ。アイドルかといって科学してもいいとかじゃないの。そこから必要だよ。例えばアイドル番組になるとき、こうだよ。もう一回やった方が、あの、皆さんもしっかりついてくると思うんだよね。笑顔がいいやった、アイドルが。みんな家にいるのか。とりあえず博物館に行くか。アイドルも寄贈したいしね。よいしょ、こんにちは。ふぅ、また起きて。ゴーはっ、すいません。こんにちは、貸し切り鑑定。1、2、3、4、はい。あ、一つじゃないんですね。どれどれ。いやー、どうも素晴らしいものがいいですね。ありがとうございます。で、あゆ、あゆ、浜崎あゆみさんじゃないよ。あゆを寄贈したい。どうぞ。美味しいよね、あゆの塩焼き。ほっ、これでも見てもあゆですね。お次は、あゆでじっちょっと解説しましょうか。消して、喜んで。あゆといえば、初夏の代名詞。言葉などつまげてきしないなんて言ってもいいくらいです。あゆは母さんの汗と言ってみて、大人の友達から持ってきますが、母の作りは完全に使うのです。水温が低いときは、量の昔も少ないので、あゆなしで届かないっていうのも、あながちも強いでありませんね。あゆ食べてぇなぁ。しつけたくん食べないよね。食べないでね、ふたくん。何です、見に行くか、あゆ。たぬき参り地見に行ったな。あ、たぬき参り地、これか。化石発掘キャンペーン、鑑定キャンペーンか。はい、 OK です。あゆどこだ、あゆ。こっぽいな。どんこユーロバーチ、あゆいた。ふな、ここか。ここいないな。ここいないんだよね。まだまだだな、魚も。よし、オッケー。行くか。カフェ行くか。もう寝てる、ハトくん。最近、常吉も来ないね。おもちゃ飲むか。こんにちは、マスター。どうも、マさん。今日は電話もいない。お待ちしましたよ。どういうやつですか。いっぱい肉べですけど。よろしく、かしこまりました。お願いします。
ピジャミルク最近言ってくれないな。あなたの特別な一杯、お楽しみで。いただきます。ごくごく、プハー、てててててん、あーあたすごひが体に染み渡る。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。また来ます。よし。じゃあ、レジに株、株じゃねえ、なんだっけ。雑草につけるか。雨降ってんな、あかん。こっち見る？ディメトロドンの体。イグアナドンの頭。スピノサウルスの頭。スープテンドンの頭、ピテ、ピテンドンの頭、ピテンドンがこっちだ。よし、続きはやってしやすいから売っちゃうか、商店で。ジャスティン待ってもいいけど、皆さん、今から見つけてやってね。この話もしようで、生き垣のレシピをあげね。マジで？やった、レシピもらった。帰りに犬が落ちたしな。いいことしてくんじゃん。あと、犬か。生き垣のレシピを覚えた。ふんふんだったな。見てみるか。生垣、ふめくんのせいな。これか、雑草切るんだし。いいね、生垣いいな。庭を作れんじゃん、都市庭。いいね、ありがとう。はい、いらっしゃい。言うたやつね。今日はあちらだよ。じゃあ7月今日まで必要に向けてから、言っといてね。雑草買い取り。雑草は一本次に向けて取るよ。59本、そんな大量だったかね。落ちぶれた。D、OK! ありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとうね。雑草、草むしたりする。むいてあるよね。むいてあるよね。むいてあるよね。あ、というか。ちゃんと見てんだね、レイジ君も。レイジ、レイジ、あの帽子かぶってたっけ？雨だから？前かぶってたっけ？買いに来てよー。そう決めない。あ、じゃない。ここら辺もなぁ。植えたいけど。すまん。あれだな。島クリエイトしてからだな。よし。そっち行った。で、大丈夫で。あ、それあんじゃん、まだ。そこにもあったわ。普通にあったわ。これは虫だな。これ、雑草あったな。雑草あったわ。ごめん。もうちょっともう一回書いとって。60秒くらいだよね。はい。60秒で書いとって。OK。お願いします。はい、ありがとうね、ありがとう。60秒でありがとう。よし。チョイちゃんとこ行ってな、会話してくんないかな、しないか、ジュビアさんと。あいもしたいようになってね、ってね。おー、ジーマンで、あいし来たよ。あいしさ、あいしって言うから、行きやすいんじゃないかと思うんで、ね、それはある。だったら、遊びって言えば、進めるんじゃないかな。って、そんなわけないか、ってね。ふわしく、そういうのあってね、暑いって言うから暑い、みたいな。そういうのはよくあった。言われてた。しべさんは家に来た方がいいか。じゃあ、たぬき商店、たぬき商店で、あ、たぬき商店で売るか。かじきと、つくづきとか、セミとか、レシピとか。株も売っちゃうか。はい。これ、株くんね。こっちだよね。オッケーオッケー。いや、100個も残してよかったな。俺合わせてただけどね。株と一緒に入れてるよ、カノも。あ、ちょっと危ない。は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 い。あー、こんな感じ？ 8 の3を打てるか。8。8は、あれだな、また、レックスでいいか。
こんな感じかな。あとレシピだ。こんな感じ。48000ミル。はあ、ちょっと楽しみすぎた。よし、というわけで、じゃ今日はこんな感じでやりましょうかね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。今日は金曜日だよね。金曜日なんで、明日は卓球のライブが、イベントないから、明日は卓球のライブがあると思うんで、楽しみにしてます。しましょうか。また新曲だわね、どうせ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ければ、チャンネル登録、コメントお待ちしてます。Twitter、Instagram、フォローお願いします。というわけで、また次回よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。またねー。